一日中歩いたりする仕事をしています。夕方には腰痛がひどく、お湯に浸かってから寝る前にストレッチを30分ほどしてから寝ますが、体の疲れが取れません。どんなことをしたら体の痛みが取れますか？まあ、動かさないことですね。痛みがある、腰痛がある、ひっくり腰があるとか、そういう関節とかね、に問題があったりとか、筋肉が炎症を起こしてとか、傷ついてたりとか、そういう時はなるべく休むことですね。はい。ストレッチとかすると逆に良くなくなることも多いので、ストレッチすりゃいいってもんじゃないので、とにかくなるべく痛みが出るような動きを絶対にしないっていうことを、考えてください。痛みが出るような動きがあるってことは、もうそこが今よりも痛むような動きをしてるから、痛いからやめてって体が教えてくれてるんで、とにかく腰痛があるうちは痛みがある動きを絶対にしないっていうことだけを気をつけてください。